ウルトラマンネクサス20周年はい、どうも、デラキュラスでございます。さあ、本日10月2日、ウルトラマンネクサス20周年ということで、いやー、もう僕、本当にネクサス大好きというか、もう、原体験のウルトラマンだから、やっぱそこの思い入れもありますし、やっぱネクサス大好きなんですよね。そんなウルトラマンネクサス20周年ですよ。土曜の朝7時半。あの時20年前のデラキュラス少年はね、朝早起きしてね、テレビの前でワクワクしてね、ウルトラマンを待ったわけですよ。新しいウルトラマンですよ。やっぱりね、ウルトラマンコスモスからぐるっ雰囲気変わってます。オープニングが、コスモスってオープニングもさ、色味がまず明るいじゃん。ネクサスは暗いんですよ、オープニングから。暗がりの中、炎に照らされるウルトラマンネクサス、火花がバンバン散りながら、ネクサスがこう走っていくみたいなオープニングで、オープニングも、プロジェクト DMM さんのやっぱ曲調からガラッて変わって、ドアさんのね、英雄ですよ。もう雰囲気が何もかも違う。うわあ、かっこいいなーと思って、第一印象。うわあ、渋いなー、かっこいいなー。そこからの第一話、ガソリンスタンドでなんかドロドロのやつが出てきて、人が、うわあ、でーん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 、ナメゴンパワーアップ形態みたいなやつが出てきて、いよいよウルトラマンが、堂々お出ましかと思ったら、ブジッと潰して、ちょっとこう、顔アップで、ネクサスのアンファンスが映って、終わる。で、to be continued。でで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 。どうして昨日までは、終わっちゃった。あれ、ウルトラマンこれだけびっくりですよね、いろいろね。いや、ま、20年前のデラキュラス少年には、正直、ウルトラマンネクサスの物語、ちゃんと理解できてたかって言われたら、正直できてなかったです。それは、やっぱ仕方がない。じゃあ、物語理解できてなかったからといって、僕、ウルトラマンネクサス、そんなにハマってなかったか好きじゃなかったかっていうと、全くそんなことなくて、僕、ウルトラマンネクサス、マジで大好きだったんですよね。もうストーリーはわからないんだけど、とにかく、ダークファウストが出てきてかっこいい。ダークメフィストが出てきてかっこいい。ミゾロギシンヤかっこいい。ね、100% 汲み取るっていうことはなかなか難しかったんですけど、それでも、おぼろげに、とにかくネクサスかっこいい、ダークメフィストかっこいい、空中戦かっこいいみたいな、いうのがすごくあって、やっぱね、思い出深いんですよね。で、改めて、もう一度ウルトラマンネクサスを見返したときに、なんて重厚な物語なんだと。あの重厚なストーリー、そしてカタルシス、もう一度、もう二度、もう三度楽しめる。あの時はあの時で楽しんでたし、もう一回見直して、もう二回見直して、そして今もう一回見直して、また別の楽しさがあるっていうところで、ウルトラマンネクサス、一つの作品で、この20年でいろんな楽しみ方をね、させてくれたわけですよね。やっぱそういうところがきっと、好きなんだろうなっていうところと。あとやっぱりウルトラマンネクサスだけじゃないんですよ。これはウルトラ N プロジェクトっていうね。ウルトラマンネクサスだけじゃなくて、ウルトラマンノア、ウルトラマンザネクストっていう、この3人のウルトラマンをウルトラ N プロジェクトメディアミックスとして動いていたわけですけれども、ウルトラマンネクサスと僕10月に出会う前に、やっぱウルフェスなんですよ。ウルトラマンフェスティバル。池袋サンシャインシティ。ここでね、ウルトラ N プロジェクトの第1弾、ウルトラマンノアとダークザキと出会うわけですよね。なんてかっこいいギラギラの羽の生えたウルトラマンなんだ。なんて黒いノアと似たような姿をしてるけど、漆黒のボディ、赤い目。なんてかっこいい闇の巨人ダークザキ。うわー、あの時のね、出だけだし少年はですね、もうノアとザギに首ったけだったわけですよね。夏、ノアとザギに開校しまして、10月にネクサス放送開始しまして、おやおやと、ノアとネクサスなんか似てるなと。でも、直接的にどういうつながりがあるのかよくわからないの。で、そしたら今度映画がやるわけですよ。ウルトラマン。ね、ウルトラマンザ・ネクストですよ。もちろん行きました。前売りも買ってくれました。前売り特典もね、持ってます。しかも開けてないの1個あります。ちょっと部屋の中奥の方閉まっちゃってあるからすぐに出せなくてごめんなさいなんですけど、ウルトラマンザ・ネクスト、家族で見に行きました。でもこのザ・ネクスト、ネクサス・ノアがどういうつながりがあるのか、あの時のデラキュラス少年には分からなかった。だけど、だんだんネクサスの物語が進んでいくにつれて、ウルトラマンザ・ネクストが出てきた。あれ、あ、ネクサスの前のお話なんだ、ネクストって、おぼろげにわかるわけですよね。そしたらばですよ、ダークザギが、ね、イラストレーターのパソコンにダークザギが映ってるけど、うわぁ、あの時のあのザギが来るの、うえぇ、みたいな。そしたらですよ、ウルトラマンネクサス最終回でね、コモン君がね、
変身したわけですよ。キズナ、ネクサス、ネクサス、コモンくんがついに変身するんだよね。もうそこの、うわーですよ。うわー、コモンくんが変身したからのね、アンワンス、ジュネッス、ジュネッスブルーとタイプチェンジを遂げていって、そして最後、頑張れーの声援で、ジュネッスブルーからウルトラマンノアになるっていうところで、ウルトラマンネクサスの究極形態、最強形態はウルトラマンノアだったんだって、そこでわかるわけですよね。あの時の、感動というか興奮半端じゃなかった。最終回もリアルタイムで見てたんですけど、その見てたシーン、風景、僕覚えてますからね。それぐらい僕の中で強烈な思い出として残ってるんですよね。なんなら、そのウルトラマンネクサス最終回が放送される日、何か用事があったんですよ。何だったんだろうな。でも、その用事が何だったのか覚えてないの。でも、とにかく何か用事があったから、朝早く起きなくちゃいけなくて、ウルトラマンネクサス見てから、じゃあ、外出かけなきゃねっていうのがあって、そこまで覚えてるんですよ。全部ネクサスに塗り替えられちゃった。もうノアに塗り替えられちゃった。その後、何の用があったのか、なんだろう。全部だってネクサスとノアに塗り替えられちゃったから、ビヤーって。もうダークサリーかっこいい、ビヤーって。あの時の、興奮、感動、あの20年前のデラキュラ少年のとてつもない強烈な思い出として今も刻まれてるわけですよね。まあきっとそういった思い出補正としてやっぱりウルトラマンネクサスは一つ好きなゆえんなんだろうなとは思いますね。なんかこう改めてネクサスとかノアとか N プロジェクトのものを漁ってみると、バトルドリームノア、絵本ですね。型紙の絵本の。まあ、こういったのも持ってましたし。あと、ソフビ人形も、あらかた、スペースビーストの方まではちょっとコンプリートできてないんですけど、ウルトラマンとか闇の巨人とかの方は、こんなに買ってもらってたんだなっていうところで、ありがとうございます。ありがとうございます。他にも出せてないおもちゃいっぱいあるんですよ。もっと引っ張り出してくれば、他にももっといっぱいあるんですよ。もちろん、ストライクチェスターもそうですし、いろんなアイテムがあるんですけど。いやー、やっぱね、ネクサス、いいですよね。やっぱネクサスいいですよね。もう、ただただ、僕が昔語りしてるだけ、自分語り昔語りしてるだけの動画になっちゃいましたけど、でもやっぱり、それだけウルトラマンネクサスっていうヒーローが、まあ、僕の中で、これだけ大きく根付いてるんだなっていうふうに、20年経って改めて思いますね。にしても、20年経って、まだこんなにウルトラマンネクサスがわーとか、デュナミストがわーとか言ってるとは、きっと思わなかったですよね。その客観的に見たところで、そのストーリー的な部分も本当に大好きで、コーン君の立ち位置が、とてもいい。やっぱり、正直やっぱ姫や純編のコーン君見ててしんどいんですよ。本当にしんどいんですよ。うん、まあ、それだけのね、トラウマ案件な物語ですし、ただ、千寿蓮編になった時のコモンくんが本当に成長してるんですよ。千寿蓮のデュナミストの良き理解者として、いいお兄さんとして、立派な隊員として戦う姿。だからこそ最終回、ウルトラマンネクサスに変身する。光が受け継がれて最後、ネクサスを手にするっていうところで説得力が生まれましたし、ウルトラマンシリーズの、まあ、ストーリーとしても、ネクサスはかなり好きなんじゃないかなって思ってしまいますね。はい、ということで、もう今日の動画は何だったんでしょうか？今からでも遅くないので、ぜひ、グランテラ、バンピア、イズマエル、ソフビか待ってます。あと、ザワンのソフビも待ってます。いや、今からでも遅くない。ダークルシフェル、スーツか待ってます。何を無茶を言うてますか？言うだけならただなのでごめんなさい。いやー、ウルトラマンネクサス本当にね、最高なので、まだ見たことないよっていう方も見てほしいし、ウルトラマンネクサス好きだよっていう方は、ウルトラマンネクサス愛をコメント欄に書いていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで、以上、テラキャスでございました。それでは、バイバイ。